ショットピーニングは疲れ強さの向上を図るために非常に有効な技術です。ショットピーニングを利用することにより部品の長寿命化と信頼性を高めることが可能となります。1985年に起こった圧力隔壁の破壊による墜落事故は疲れ破壊の恐ろしさを一気に広く知らせることになった事故でした。疲れ強さの向上は部品の信頼性向上に欠かせない重要な問題です。材料の高強度化、それから軽量化が叫ばれて久しい今日では、ますますその材料部材の使用が過酷なものになってきています。で、従来の材料、それから従来の加工技術では対処できない状況が出てくるわけです。で、そういう時に必要になるのが材料から見直すということで、もちろんその設計で形を変えてなんとかっていうところもその中間に入るわけですけれども、その辺の試行錯誤の末、さらに、それではどうにもならないというような時には材料の開発が必要になります。で、材料開発がいいものができますと、今度は何が必要かというと、今度それに応じた加工技術の適正条件、そういったものが必要になってきます。ですからショットピーニングの場合には、新しい材料が生まれるたびにそれに応じたショットピーニングの条件が必要になります。私どもの研究室では、バネの強さを増すためにショットピーニングを使った研究を行っております。それで、目的としましては、バネの内面に跳ね返りのショットを用いたショットピーニング加工というものを行っております。で、従来行われているショットピーニング加工においては、バネ内面というものにショットを当てるというのは非常に困難な加工となっております。それで、バネ内面にショットを当てるために跳ね返りを行うというジグを作りまして、それで研究を行っております。バネの内面に当てるために工夫したことは、跳ね返りを行うためのジグの試作でした。それで問題点は、跳ね返りを行うためですに、速度が跳ね返りによってどうしても落ちてしまいますので、その跳ね返り係数を高めるためにどのような材料を使えばいいかというので最初、苦労いたしました。その後、ジグの跳ね返りジグの形状にもいろいろどういう形がいいのかということで苦労いたしました。バネに対するショットピーニングと題しまして、ショットピーニングをより効果的に行うために、私たちがどのような試行錯誤を繰り返してきたかを中心にご説明いたしたいと思います。バネというのは、自動車用の懸架バネ、鉄道車両用のバネをはじめといたしまして、あらゆる産業機械、それから日用品に至るまで非常に使用用途の多い機械要素部品です。はじめにバネの種類ですが、これは重ね板バネ、板状のリーフを重ねて作ったバネで、自動車用の懸架バネでございます。主にトラック用のバネとして板バネが使われております。代表的なバネのうち、コイルバネがここに示してあるものです。上の3つの図が自動車の懸架用コイルバネでございます。それからここにありますのが鉄道車両用の懸架バネ、これがオートバイ用の懸架バネ、こちらの大きいバネが建設機械用ブルドーザー、パワーショベル等の懸架装置に使われているバネです。こちらのバネが、ロケットの中に使われているバネでございます。日本にショットピーニングが導入されたのが、今から約52年ほど前、1950年の頃であります。1951年に
初めて日本でショットピーイングが実用化されました。工業的に初めて行われたのが1951年になります。その後4年ほど経ちまして1955年には早くも乗用車で3枚の板バネが使われて、これには後に出てきますストレスピーニングというような応力を高く取れるピーニングが行われました。こちらに示した図は同様に1970年代80年代の状況を示しております。1970年代は安全性の向上と軽量化の両立が自動車メーカーからのバネメーカーへの要求の主なものでございます。それに対してショットピーイングの技術段階が第2段階を迎えまして、材料強さを上げた段階、特にコイルバネのへたり対策がいろいろと行われた段階、1980年代に入りますと顧客の要求は高度化多様化してきます。ショットピーイングの技術段階としてはこの次の第3段階に入ってまいります。1990年代と2000年以降のご説明いたします。この時代になりますと車もいよいよ成熟産業になってまいりまして、顧客の要求はグローバル化、環境公害対策、これが非常に強く望まれるようになりました。また2000年代に入りますと車はすべてコンピューターを積むような時代になりまして、情報化、モジュール化、環境技術等が要求される時代になります。それに対しましてショットピーイングの技術の段階は第3段階と考えられまして、材料の改善が進み引っ張り強さが大きくなり、投射材や投射方法を探索している段階と言えます。この10年ほどの間にショットピーイングとしましては高高度のオイル 10% から1200メガパスカル級の洗剤の応用、高高度の2段ショットピーニング、ハードショットピーニング、キャビテーションピーニング、これらの技術が行われるようになりました。地球環境保全のためには自動車の燃費向上が必要です。そのため自動車の軽量化が強く望まれます。バネも自動車部品として強い軽量化のニーズがあります。でそのためバネの疲労強度の向上が必要です。ショットピーニング技術はこれを解決する手段であります。このフローは温管ショットピーニング法の開発思想です。バネの軽量化には疲労強度の向上やクリープ性の向上が必要不可欠です。そのためバネ鋼の開発と同時にバネの高高度化ということが必要不可欠となります。しかしこのことはバネの切り欠き感知性の増大や新たな問題としてショットピーニング加工が困難になってくるという課題を発生させます。この解決としましては高高度ショットの適用が考えられますが、それはショット寿命が短くなるという重大な欠点を持っております。そこでショットピーニングを温管温度域で行う温管ショットピーニング法が再評価されました。このグラフは温管ショットピーニングと普通ショットピーニングの疲労寿命を比較したグラフです。横軸は破断繰り返数になっています。縦軸はバネの硬さを示しています。ショットピーニングでは硬さとともに疲労寿命は向上しています。しかしばらつきも大きくなっていることがわかります。それに対し温管ショットピーニングは硬さとともに疲労寿命は向上するというバネの高硬さ化に極めて有利なショットピーニングとなっていることがわかります。この絵は疲労過程における亀裂の電波の特徴を示した絵です。表面から疲労破壊が始まる場合には疲労亀裂は
最大先端応力面を伝播いたします。でこの過程はステージ1と呼ばれております。でその後疲労亀裂は最大省力面を伝播し破壊材料を破壊いたします。従いまして疲労破壊を防止するためにはステージ1とステージ2の過程を、止めることが重要になります。でステージ1の特徴は材料硬さが高いほど、生じにくいということです。また残留応力には無関係だと言われております。一方ステージ2の過程は材料硬さが高いとむしろ進行しやすく しやすいということがあります。しかしながら圧縮残留応力はステージ2の伝播を止めるという特徴があります。従いまして疲労強度を向上させるためには材料を固くすることと同時に大きな圧縮残留応力を導入することが重要になります。ショットピーニングはこの意味で非常に重要な疲労強度向上法となります。ショットピーニングは例えて言えば焼き物の窯のようなもので、加工が終わって出てくるまでは結果が見えません。そのため不確かで信頼性に欠ける加工法だと思われてはいないでしょうか。ではショットピーニング、マシン の管理システムということについて、お話しさせていただきます。ピーニングセンサーの原理なんですけども、この測定部分の拡大図がこちらの図面になります。こちらから、ショットを投射します。ショットの運動エネルギーが、測定部プローブといいますが、こちらに当たりますと振動エネルギーに変わりまして、その振動エネルギーをこちらの AE センサーによって検知し、出力電圧として出力します。この出力電圧を、換算式によって変換しまして、衝撃運動量という形に、当社の方では変換しまして、このようなグラフで表しております。でこのようなグラフに表す他にもパソコン上の処理データとしまして、グラフ処理のエクセルですね、そちらの方の、処理の、数値としても変換して出力することができます。ショットピーニングというのは、端的に効果が現れるのは金属疲労です。ですからそれが全ての場合、全ての金属に対してそうなるかと、そうならないんですね。で例えばその素材、ショットピーニングする素材が粗悪品である、粗悪品とは何かというのも、粗悪品の定義難しいですが、一言で言って不純物があるもの、通俗的に言いますとゴミのあるものです。このゴミというのは科学的に一般には検出されません。されない程度のゴミがあってもピーニング効果はまず現れないでしょう。で精錬技術、金属の精錬技術が発達してきますと、このゴミが逐次取り除かれていきます。化学成分は変わらなくてもゴミが除かれていきます。ゴミとか金属の中には空洞があります。ポロスティというような言葉で、言われておりますが、そういう空洞も金属疲労にとってはこれは非常に大きな抵抗の一つです。でこういうものが空洞があったりゴミがあったりしますと、ショットピーニングやってもさっぱりらちは飽きません。これは安い材料を買ってショットピーニングでうまい効果を出そうということは、これは無理です。最近金属材料の精錬技術が良くなったんで、一般の鋼に対して特殊なバネの高級な鋼であるとかなんとかじゃなくて、普通の鋼に対しても効果が出てきたわけです。これいつにかかってその精錬技術の発達という裏付けがあったればこその話だと思います。だいたいマクロではそういうことで、個々の細かい話はまたそれぞれの担当の方がいろいろお話しすると思いますが、そのようなかなり広範囲の裾の広い効果が期待できる加工です。